ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。今日も巨乳会だ。巨乳フェチマリサだぜ。巨乳お姉様フェチヨウムだ。そしてタレ乳熟女フェチの霊夢の3人で進めていくぜ。誰が？お家でママのタレ乳吸ってな。今日は安住お姉様の紹介だね。安住お姉様は大学選抜チームの副官だね。そして大学選抜チームの中で一番胸が大きいのも特徴だな。大学選抜の制服でも安住だけ胸元が開いているんだ。みんなネクタイとかつけてるのになんで安住お姉様はつけてないんだ。胸の大きさアピール。さらにこのド S っぽい表情。いじめられたい。叩かれたい。何の話してんだ。さあ今日のテーマはこちら。安住お姉様の魅力を伝えていくよ。魅力はエロそうなとこじゃないのか。最初のシーン行くよ。マスターアームオン。それはない。このシーンで安住の天才っぷりがわかるな。そんなにすごいとこあったかな。この裏に戦車が隠れていることを見破るんだ。なんて視野の広さだ。まさに鷹の目を持つ女帝だ。何の話？鷹の目も何もたぬき食堂の前にハンバーガーのポスターあればわかるでしょ。そうかもしれない。そして鷹の目を使用した安住は隠れていたカバさんチームを撃ち抜くわけなんだが、ちゃんとそれはないと天才的ツッコミを入れるんだ。普通のセリフじゃないの。ホークアイを持つ女帝、そして天才的ツッコミ、そして巨乳。安住は天才か？さっきから言ってる鷹の目とかホークアイってセンスなさすぎじゃないかな。それはない。霊夢はセンスない。次行こうか。協力し合って戦えば、あなたたちは今の何倍もの力を出すことができるのよ。優勝候補を脅かすことだって不可能じゃない。いえ、優勝だって夢じゃないわ。信頼し合えばね。おっしゃる通りです、先輩。まずは押田君やマリー様と協力してチームを立て直すことから始めます。安住お姉様は BC 自由学園の OB なんだね。 BC っぽくないけどな。どちらかというと青師団高校っぽいな。あんた青師団好きだね。おっぱいが見えそうだからな。 BC 自由学園だと受験組とエスカレーター組あるけど、安住お姉様はどっちだったんだろう。この髪のふわふわ感はエスカレーター組だろうな。目もエメラルドブルーだし、おっぱいも大きいし、全部関係ないんじゃないかな。安住が BC の生徒だった時はどんな学園生活だったのかな。安住の時も受験組とエスカレーター組で仲悪かったらしいが、全国大会でベスト4まで進んだらしいな。やはり安住お姉様の能力高いんだね。他にもエスカレーター組として、多分フランスパンを手に持ち受験組と戦っていただろうな。左手に盾を、右手にパンを。安住のパンで殴られたい。あんたらアホなの。次のシーン行くよ。あなたたち、よく見ておくのよ。王者の戦いを。はい、わかりました、先輩。もうケーキを食べてよろしいかしら。安住お姉様呆れてるね。マリーに呆れてるけど呆れている顔も可愛いな。確かに可愛い。でも話聞いてくれなくて可哀想でもあるね。大丈夫だ。ケーキを食べて安住も笑顔。一番笑顔なのはマリー様だけどね。ここではしっかり者安住先輩って感じだけど、ドラマ CD だと料理できなかったりおっちょこちょいな一面もあるんだ。ドラマ CD だとおしゃれにも気を使ってたね。圧倒的美貌だし、このポージングだからな。モデルさんみたいだね。私がお姉様予感が出ているな。目からもエロさ感が出ている。私は安住に誘われているかもしれない。それはない。もう次のシーン行こうか。大笑いは逆境に強いチームよ。追い詰めたとしても倒すのは難しいわ。まだ試合は続くのね。もっとケーキを持ってくればよかったわ。ケーキがなければカランバールでも食べてなさい。安住お姉様ひどい。ついに安住お姉様お怒りになったね。でもお怒りの表情も素敵だ。叱られたい。安住お姉様が言ってたカランバールって何なの？フランスの庶民的なおやつらしい。チューイングキャンディーのようだ。マリー様は食べそうにないね。お笑いと地破綻戦も呆れるところから始まって、マリー様のバラブロ発言でさらに呆れて、ついにお怒りになって、最終的には呆れ、怒りを通り越して放置していたんだ。そもそもベッドが何であるんだろ。そもそも何をしに来たのかすら不明だ。でもこんな後輩にもおやすみなさいと言ってあげる安住の優しさも感じ取れるシーンでもある。安住お姉様は大人だね。最後はスペシャルムービー行くよ。安住、了解しました。前進開始。優勝候補を脅かすことだって不可能じゃない。いえ、優勝だって夢じゃないわ。信頼し合えばね。
長引くのならバラブロに入ってもいいかしら。大洗は逆境に強いチームよ。追い詰めたとしても倒すのは難しいわ。もうケーキを食べてよろしいかしら。それはない。ケーキがなければカランバールでも食べてなさい。私はそろそろ休ませていただきます。おやすみなさい。もうケーキを食べてよろしいかしら。おやすみなさい。なんなのこれは。マリー様目立ちすぎでしょ。私はそろそろ休ませていただきます。今日も動画見てくれてありがとう。よければ高評価とチャンネル登録お願いします。安住への応援コメントはコメント欄によろしく。またね。安住の髪の匂い嗅いでくる。安住のお風呂覗いてくる。